はい、こんにちは、青いひばきチャンネルです。今日はこちらの強度の D3O チェストプロテクターのレビューをしていきたいと思います。こちらが型番が906 HRZ906 というものですね。でこっちが、HRZ911 という型番になってます。以前こちらのチェストプロテクターを紹介したんですけど、これ欠点が一つあって、実はね、暑いんですよね。でバイクって風当たるので、多少涼しいかなと思ってたんですけど、まあ、最近暑くなってきたのと、まあ、これ見てもらって分かるんですけど、まあ、全然風通さない形になっているので、すごい蒸れるんですよね。なので、こちらの D3O 強度 D3O のエアーを購入してみました。まあ、大きな特徴は肉抜きされてるんですよね。なので、まあ、風通しが良くてすごい涼しそうですよね。ただね、まあ、プロテクターなのにこれ肉抜きされてて大丈夫なのって思いますよね。もともと持ってたこれ、こちらの方は CE2 になっていて、こちらの方は CE1 になってます。ただ実際その差ってどうなのってすごい気になったので、実は検証動画を今作成中です。で CE2 と、まあ、こっちと CE2 と CE1 の違いについては、気になる方はそちらの動画配信をお待ちください。でこっちの906は、バイク納車してからずっと使っていて、でこっちのエアーの方ですね、911の方も、まあ、しばらく使ってみたので、この2つのチェストプロテクターをそれぞれ比較しながらレビューをしていきたいと思います。で大きさ、重さの比較、装着感、あとは快適性、使い分けの目安なんかを、お話しするので、まあ、胸のプロテクターどんなの買おうか迷っている方や、夏向けだったり軽いプロテクターを探している方の参考になると嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういったバイク関連のグッズ紹介だったり、レベル250の、レビューやカスタム、また山形県を中心としたバイクツーリングの動画を投稿しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。はい、ではこのプロテクター、まず種類なんですけど、こっちが HRZ906 っていうものになっていて、CE2 の規格になってます。でこれは、表面がプラスチックの保護があって、まあ、裏面が D3O の素材、前面に使われてますね。でここのカーボン調の部分はベルクロ、マジックテープになっていて、こんな風に取り外しが可能になってます。で基本的にこのプロテクター、バイクウェアにつける構造になっていて、今ボタンをつけてるんですけど、まあ、ボタンで留めたりだとか、あとはファスナーになってるので、ファスナーでウェアに装着するという形になってます。でこれは、特にこう洗濯できたりとかそういうのではないので、まあ、汚れたら、水拭きしてあげたりして、きれいに保ってあげるという形ですね。はい、で続いてこちらのエアーの方なんですけど、こちらは、型番が HRZ911 っていうものになっていて、まあ、冒頭で述べた通り CE1 のレベル規格になってます。で、まあ、さっきも開けてみたんですけど、あのメッシュのこういうカバーの中にD3O の素材が入っているという形ですね。でこっちは洗濯できるようになっているので、まあ、汚れてもカバーは洗うことができると。でこっちも、まあ、汚れたら水洗いできるような感じになってます。で装着なんですけど、これは HRZ906 の方と同じで、ボタンとファスナーになってますね。取り付け方は一緒です。でファスナーの間隔も、まあ、一緒になってます。でどっちもそうなんですけど、このファスナー、使いたくない片方だけでつけたいとかそういう時は、あのここの部分にあのボタンも何もない、カバーみたいなこういうやつですね、ついてるので、まあ、これをつけておけばウェアと間違ってくっついたりっていうこともない。私買ったやつは1枚ものになってるんですけど、これ分割できるタイプもあって、そっちは912っていう型番みたいですね。でそちらも、CE1 の、規格になってます。で続いて、大きさなんですけど、こっちの906の方は幅が 50cm で、高さが、27cm になってます。で厚みがだいたい2cm ぐらいですかね。こんな感じに、まあ、ほとんど、D3O の素材の厚みですね。まあ、これ実際つけてみるとこんな感じになってて、脇腹も、抑えられる構造になってます。でどうもこの転倒した時に肘が当たっても大丈夫なように、脇の方までこう、なんていうのかな、このヒレが伸びている
形になってます。でやっぱりね、幅50センチもあるのでかなりかさばるんですよね。でツーリング先とかで、ウェア脱いだ後にちょっと持ち運びがねかなり面倒にはなります。でリュックに入らなくはないんですけど、端っこが折れ曲がったりして、ね、入れる必要があるかなと思います。でこっちの911なんですけど、これはもう大きさ重ねてみると分かるんですけど、ヒレの部分がないので、かなりコンパクトにはなってますよね。で幅が34センチぐらいでした、測ってみたら。で縦は同じぐらいですね。若干こっちの方が、ちっちゃいかなっていうところですかね。906に比べるとかなりコンパクトにはなってますよね。で、カバンがあれば入らないことはない大きさです。A4 サイズと大体同じぐらいですかね。わかりますかね。私の場合はリュックに入れてて、ちょうどノートパソコン入れるスリーブがあるので、そこにズボッと、入れてツーリング先では持ち運んでます。で装着するとこんな感じです。脇のところはもう全くないですね。はい。で重さが、こっちは 450g なので、ペットボトル1本分、500ml のペットボトル1本分より、若干軽いかなぐらいです。ちょっとねずっしり感はありますね。で対してこっちの方は、こっちはね 260g でした、測ったところで。持ち比べるとね全然重さ違います。 200g ぐらいしか違わないんですけど、持ってみるとね、なんかこっちはなんか詰まってる感じはしますね。はい。で、実際つけてみようかなと思います。着てるのは、ホンダのパーカーですけど、コミネでも似たようなのが出てて、多分ねロゴ違いだと思います。まずはこっちの、906の方ですね。でこれはボタンがついてるので、ボタンで、固定していきます。よいしょ。で両側、ボタンついてて両側つけてもいいんですけど、別に片側だけでもずれることはないので、今回はちょっと片側だけでつけてみます、はい。で装着すると、若干こう胸に厚みができるような形になってます。やっぱ装着してる感はありますね。DSLRでかなり柔らかいんですけど、なんかここに入ってるなっていう感じはあります。で、脇の方もちょっとこう広がるので、なんていうのかな、違和感というか、プロテクターつけてる感は、しっかりありますね。今レベルに乗ってるのであんま気にならないんですけど、ちょっとね前傾になるとこれ重いので、こうなんか垂れ下がってくるというか、下の方がこうふかふかしてくるような感じはありますね。はい。で夏場は、やっぱり蒸れてきます。ではもう一個の方、エアーの方をつけていきたいと思います。で次エアーの方ですね。こっちも同じくボタンで、つけます。で厚みが、やっぱり一緒なので、なんかつけてる感はありますよね。ただそんなにさっきのに比べるとこの脇の部分がないので、そんなにこうなんかゴワッとした感じはしないかなと思います。で重さがやっぱり 200g 軽いので、つけ心地は全然こっちの方が楽ですね。前向いてもこう垂れ下がる感じはないですね。で、あるにはここにあるなっては感じるんですけど、ね、しばらくつけてるとね、あんまりこうつけてる感じっていうのは、感じなくなりますね。つけ心地でいくとこっちの方は断然楽です。風通しもいいので、こうなんか蒸れてきたなみたいな感じもほとんどないですね。だいぶ快適です。はい。で続いて、規格のところですけど、これ冒頭で述べた通り、こっちが C2 の規格になっていて、 C のレベル2ですね。でこっちがレベル1になってます。ちょっと話題ずれるんですけど、 C 規格ってレベル1と2だけだと思ってたんですけど、実は、1と2にもそれぞれ種類があるみたいで、このプロテクター買うまでよく知らなかったんですけど、主なものでいくと規格3つあって、一般用と、あと胸部用、まさにこれですね。あと背中、脊椎用があるんですね。でそれが、ここにちょっとちっちゃめの字で書いてある EN1621 で、これの1が一般用ですね。で2が、背中
で3が胸の規格になってます。でそれぞれ、基準になる数字が違うみたいですね。でまあこの規格いろいろあるんですけど、要はまあ違いは衝撃をどれぐらい吸収するかしてるかっていうことで、まあ、物理の話をすると、まあ、衝撃の力約50ジュールで加えて、でまあそれをどれぐらい減らせるかっていう基準になってます。で一覧にするとこんな感じですね。で今回購入したエアーの方も含めてなんですけど、どちらもあと胸の規格 EN16213 の C2 と C1 になってます。でこのディスリオの素材って実際どうなのみたいなところありますよ ね。普通に押すとかなりこう柔らかいんですよね。わかりますかね。多分ねこの間指通るんじゃないかっていうぐらいこう柔らかい、まあぐにゃっとも曲がるし押してもかなり簡単に潰れるんですよ。ただねこれ衝撃を加えるとすごい硬くなって、こう、ね、ゆっくり押すとへこむんですけど、叩くとねへこまないんですよね。これ面白いですね。で最後、使い分けなんですけど、まあ、こっちは冬かな、夏はちょっと使いたくないかなって気はしますね。かなり暑いので、まあ、あとは長距離のツーリングとか行く時ですかね。もし万が一事故したらやばそうなところに行く時はこういうのつけて、こっちはつけていこうかなと思ってます。高速とか山道とか、あとは長距離ツーリングの時はこっちをつけていこうかなと思ってます。でこっちは、まあ、軽くて使いやすい、まあ、こっちはメインは夏ですよね。暑い時期、あとは、まあ、近場ツーリングする時もあんまりスピード出さないで、乗る時なんかはこっちでいいかなと思ってます。まあ、何もつけないでっていうのはかなり怖いので、まあ、ちょっとでも守ってもらえるように、まあ、軽めのこっちを、エアーの方をつけようかなと思ってます。でこれまあ欠点挙げるとすると、まあ、こうやってつけると分かるんですけど、まず脇腹守られてないですよね。まあ、C1 の規格っていうところがあります、まあ、そこはまあしょうがないかなと思ってたんですけど、あとはね、まあ、肉抜きになってるので、まあ、あんまりないと思うんですけど突起物に対しては弱いですよね。こっちの方はまあ、プラスチックの素材もついてるし、まあ、肉抜きっていうか穴開いてるところも最低限なので、まあ、なんか硬い尖ったものがぶつかっても守られると思うんですけど、まあ、こっちの方は、まあ、あんまりねここの隙間を見事に貫通するってことはあんまりないかもしれないんですけど、まあ、メッシュで素材自体が肉抜きされちゃっているので、なんか尖ったものにぶつかった時は危ないかなと思います。鉛筆ぐらいの細さだと簡単に入っていきそうなので、まあ、例えばバイクのハンドル周りにいろいろこうアクセサリーつけてる人なんかはちょっと注意した方がいいかもしれないですね。はい、ということでこっちの HRZ906C2 のプロテクターと、HRZ911 と C1 のエアーっていうことですね、プロテクターを紹介しました。検証動画も用意しているのでそちらもぜひ見てみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。